ジェシー・ルイス・ラスキーは、アメリカ合衆国の初期の先駆的な映画プロデューサー。アドルフ・ズーカーと共に、パラマウント映画創設の中心人物となり、長じて、脚本家となったジェシー・エル・ラスキー・ジュニアの父であった。カリフォルニア州サンフランシスコのユダヤ人家庭に生まれ、様々な職業を経験した後、ボードビルの演者となり、やがて映画に関わるようになった。1911年、 ラスキーはブロードウェイで2本のミュージカル作品、ハロー、パリとエイラブロードウェイのプロデューサーを務めた。当時、ベアトリス・デミルもブロードウェイで演劇のプロデュースに当たっており、彼女はラスキーを自分の息子であるセシル・ビー・デミルに紹介した。彼らは1913年には映画界に飛び込んだ。ラスキーの妹ブランシェはサミュエル・ゴールドウィンと1913年に結婚し、 ラスキーとゴールドウィンは、セシル・ビー・デミル、オスカー・アップ・フェルと組んで、ジェシー・エル・ラスキー・フィーチャープレイ・カンパニーを結成した。資金には限りがあったので、彼らは、ロサンゼルス近郊でナヤを借り、ハリウッドで制作された最初のフィーチャー映画作品となったデミル監督、スコーマンを制作した。この時に使用されたナヤは、後にラスキー・デミル・バーンと称されるようになり、 ハリウッドヘリテージ博物館が設けられた。1916年、彼らの会社は、アドルフ・ズーカーのフェイマス・プレイヤーズ・フィルム・カンパニーと合併して、フェイマス・プレイヤーズ・イコール・ラスキーが創設された。1920年、フェイマス・プレイヤーズ・イコール・ラスキーは、新たに大規模なスタジオを、ニューヨークのアストリア地区に建設し、後にこれは、 カウフマンアストリアスタジオとして知られるようになった。1924年に社名をパラマウントフェイマス・ラスキーに変更。1927年、ラスキーは映画芸術科学アカデミーを創設した36人の共同創設者の一人となった。世界恐慌の煽りを受けて映画産業界の中でも財政上の諸問題が起こり、 パラマウントフェイマス・ラスキーも1933年には、関在人の管理下に置かれた。ついでラスキーは、メアリー・ピックフォードと組んで、数年のうちに何本もの映画を撮ったが、この関係は、ピックフォードの側から解消された。ついでラスキーは、大手スタジオで、プロデューサーとして、働くようになったが、1945年には、自らの制作会社を立ち上げた。 1951年には、ラスキーが最後に手掛けた作品が制作され、1957年には、自伝、アイブローマイオンホーンが発表された。ジェシー・ラスキーがプロデューサーを務めたサイレント映画の、西部劇、夕日の山地のロビーカード。ジェシー・ルイス・ラスキーは77歳で、心臓発作のため、ビバリーヒルズで死去した。ラスキーは、ハリウッドのパラマウントスタジオに近い、 ハリウッドフォーエバー墓地に埋葬された。ラスキーは映画産業への貢献に対してハリウッドウォークオブフェームに星が与えられており、ハリウッド大通り6422番地に彼の星がある。ビバリーヒルズのラスキードライブは彼を叩いて命名されたものである。ありがとうございます。